This is America は、アメリカ合衆国のラッパーのチャイルディッシュガンビーノの、楽曲。ガンビーノとルゾーイグ・ゴランソンのプロデュースにより2018年5月5日に、リリースされ、同日ガンビーノは、サタゲーナイトライブのホストも務めた。バックグラウンドボーカルに、アメリカのラッパーのヤングザグ、スリム・ジミー、ブロックボーイ・ JB、21・サーベージ、クエーブを迎えている。 楽曲の内容はアメリカでの銃暴力の問題、アメリカでの銃乱射事件の頻発、さらにはアフリカ系アメリカ人に対する人種差別を扱っている。本作のミュージックビデオはガンビーノの作品を過去にも手掛けたことのある日系アメリカ人のヒロムライが監督した。2018年の MTV ビデオミュージックアワーズでは最優秀ビデオ賞を含む7部門でノミネートされた。 また RCA レコードによればこの楽曲は今後のガンビーノのスタジオアルバムからの最初のシングルではないとされる。本作はアメリカのビルボードホット100のチャート史上で初登場1位を記録した31番目の楽曲となりガンビーノにとって初の1位及びアメリカ国内トップ10にランクインしたシングルとなった。オーストラリア、カナダ、ニュージーランドでも1位を記録した。 また、この楽曲は、第61回グラミー賞において最優秀、レコード賞、最優秀楽曲賞、最優秀ラップ、サングパフォーマンス賞、最優秀ミュージックビデオ賞の4部門にノミネートされ、その全部門で受賞した。これにより、ガンビーノは、最優秀レコード賞と最優秀楽曲賞を受賞した初のヒップホップアーティストとなった。本作には、 様々なアメリカのラッパーによるバックグラウンドボーカルやゴスペル調のコーラスが施されており、ヤングサグ、スリムジミー、ブロックボーイ JB、21サベージ、クエーボラがそれぞれアドリブで参加している。ヤングサグの声はアウトロでも取り入れられている。市は主にアメリカでの黒人の立場やアメリカでの重暴力を扱っており、警察の蛮行にも言及している。 ピッチフォークのスティーブン・カースは本作を陽気なメロディーと強迫的なトラップとの鋭い対比のもと黒人の危険な立場が表現されていると述べた一部のメディアでは多くのリスナーによりジェイス・ハーレイの楽曲アメリカン・ファラオとの類似性から盗作疑惑が指摘されていることが報じられた CBS ニュースはトラックに似通ったサウンドがあり死のテーマも 同様のものだと述べた。ハーレイ本人は自分の楽曲に影響を受けているとは感じたが、問題とは思っていないと述べた。グローバーのマネージャーのファムロス・スタインは、盗作を否定した。ビデオでは、ガンビーノはジムクロウのギガに似た姿勢をとっている。ヒロムライの監督による本作のミュージックビデオは YouTube で公開され、同時にガンビーノもサタデーナイトライブで楽曲を披露した。 ビデオは倉庫で踊るガンビーノをフォローしながら一連の混沌とした場面を交えていく内容となっている。村井によればビデオは映画マザーとしティオブゴットにインスパイアされたという。シェリー・シルバーの振り付けの下、ガンビーノとその周りの若いダンサーたちは南アフリカ共和国のダンスグワラグワラやブロックボーイ JB により広まったシュートなどのバイラルダンスを踊る。 ガンビーノのダンスとは対照的に暴力の瞬間も描かれる。ビデオの開始53秒でガンビーノはジムクロウのギガに似たコミカルな姿勢を取りながら男の頭を後ろから拳銃で撃つ。またその後彼が自動火きで教会合唱団を銃撃する場面が描かれており、これは2015年のチャールストン教会銃撃事件を引用したものと視聴者らに 解釈されている。どちらの場面も赤い布を持った子供が画面の外から現れ、ガンビーノは使った武器を静かにそこに置くのに対し、死体は単に引きずられて去っており、これは人々に対する銃の権利を守ろうとするアメリカ人の熱心さを表したものと解釈されている。最初の発砲を境に音楽はアフリカの民族風のメロディからダークで、白動のあるトラップに切り替わる。 ビデオ全体を通して数十年前の車が多く登場し、その多くはハザードランプが点滅し、運転席のドアが開いている。これについて批評家は警察による車両停止中の致命的な射撃、特に1997年製のオールズモビルに乗っていた男性が射殺された2016年のフィランド・カスティール射殺事件を表現していると解釈した。一方で、 古いモデルの車は、アフリカ系アメリカ人のソーシャルモビリティの上昇性の欠如を表現しているのではという声も見られた。ビデオの終盤では、アメリカの歌手のシザが、カメを出演し、車の上に座っている。またビデオは、暗くなった倉庫で、ガンビーノが数人の白人に追われながら、恐ろしそうにカメラに向かって走るシーンで終わる。視聴者らはこのシーンが、黒人差別を扱った。 映画、ゲットアウトを彷彿とさせると指摘した。ビデオは24時間で1290万回の再生回数を記録し、2018年7月現在3億5000万回を再生した。またビデオ内で、ガンビーノの歌に合わせて、ギターを弾いていた最初に歌れる人物は、ミュージシャンのカルビン2世だが、当初は2012年に射殺された。 高校生トレーボン・マーティンの父親だと多くの視聴者に誤解されていた。アトランティック氏のスペンサー・コーン・ヘイバーはツイッターでの最初の反応で賞賛に値するほとばしる川のようだと表現し、最近の記憶で最も話題にしたミュージックビデオだとも述べた。ローリングストーン氏のダニエル・クレップスはこのビデオはアメリカの重暴力についてのシュールかつ本能的な声明だとコメントした。 ピッチフォークはベストニュートラック賞を与えた。ビルボードの批評家は本作を21世紀の最も偉大なミュージックビデオの10位にランクインさせた。タイム氏のマヒータガー・ジャナンはペンシルベニア大学の音楽師教授のカスリー・ラムジーの言葉を引用しながら彼はお金を得ようとすることとアメリカにおいて黒人であるということが両立しないことについて 異なる二つのサウンドの世界を使って歌えている。このプレゼンテーションの卓越した部分は南アフリカの合唱を取り入れた幸せな超音階の歌声から始まり、最初の銃声の後、トラップサウンドに移行していく流れが投票した。グローバーはリリース日でもある2018年5月5日にサタゲーナイトライブでホストを務め、その回でチャイルディッシュガンビーノとして2曲の新曲を披露した。 最後に曲目が本作だった。また、ミュージックビデオで引用されていると考察が報じられた映画、Get Out の主演で知られるダニエル・カルーヤが楽曲披露の紹介を行った。いくつかのアーティストは、原曲の楽器やミュージックビデオの基本的な構造を維持しながら、詞やテーマを変えたカバーを制作し、注目や多くの再生回数を得た。5月12日、 カナダのインターネットパーソナリティのニコール・アーバーは This is America Women's Elite を発表した。アーバーは女性のエンパワーメント促進のためのカバーを意図していたが原曲のビデオで扱われた人種問題を軽視しているとして非難された。5月25日、ナイジェリアのラッパーのホルズは This is Nigeria を発表し、ナイジェリアが抱える政治的腐敗や 組織犯罪などの問題を強調した。6月4日、日本の若手ダンスチームアラベンタがパロディ動画、ディスイズジャパンを各メンバーのツイッターで発表したが、本家の意図やメッセージと大きく異なる内容だったことから物議を醸し、炎上する騒動となった。なお、動画は公開から1日で彼らのアカウントから削除された。また、 ミュージックビデオは人気のインターネットミームを生み出し、特に映像はそのままに、楽曲だけを他の作品に置き換えて、ガンビーノのダンスと同期させたものが流行した。カーリー・レイ・ジェプセンの Call Me Maybe やアース・ウィンド・アンドファイヤーの September を使用したバージョンが最も多く視聴された。This is America はアメリカのビルボードホット100で、 当時1位のドレイクのナイスフォワットを抜いて初登場1位となった。初登場で1位を獲得した楽曲はチャート史において31曲目となる。また、最初の1週間で7万8000件のダウンロードとアメリカでの6530万回のストリーミングを記録し、ミュージックビデオは楽曲の統計ストリーミングの68%を占めた。 ガンビーノは2017年8月にレッドボーンで12位を記録しているが This is America はガンビーノにとって初のトップ10入りにもなった。またガンビーノは2016年の Cant Stop the リ e グ l i n g でのジャスティン・ティンバーレイクの記録に続き史上2人目のエミー賞受賞俳優によるホット100の1位となった。1位の記録は2週続き5週後にはトップ10圏外となった。 クレジットはタイダルより、ありがとうございます。